はい、どうもタクタクです。妖怪変幻やっていきましょう。さて、ま、ちょっととりあえず間違えた押すボタンを毎回間違えますけど、寝ますか。寝ましょう。寝まして、まあ、ここからですね。まあ、何やるかっていうのをちょっと迷ってはいるのだけれども、一応ちょっと今気になってるのがですね、出まして、ドクロ、わかります？ドクロあった場所、あそこちょっと行ってみたいなと思います。あ、待って、ここってさ、こいつさ動かんよ、こうやってね。岩も食えん。あ、でも柔らかくしなきゃいけないのか。いや、なんかいわゆるカッパさん力持ちだからさ、なんとかなるかなと。押せばなんとかなんじゃないのと思っただけどうにもなりませんでした。はい、ということで、ここだね。ここの、こっちには行けないのか。こっちから行かなきゃだからね。この先にね、いるんだよね、ドクロ的なやつが。で、夜しか出ないやつだったらどうしようっていう、ちょっと今懸念もあるといえばある。さあ、あ、暗っ。そういうこと？暗くなる感じ。まあ、万が猫ちゃんにしとこうか。こいつ何やと。お、いけんの？食える？わけないよね。怒ってるよ。ぐ、こいつは大ドクロ。今までの妖怪と妖力が段違いだ。一口じゃ食いきれんぞ。こんなやつは箱の中におらんかった。なんか別のやつが化けているな。どうすんのこれ。おい、何、範囲攻撃みたいにしてくるぞ。危な。ぐ、さすがに潰されたらまずいぞ。ジョーちゃん、スケ見つかるまでわし、かわし続けるしかない。走れ、ジョーちゃん。ということで、うん、危な。こういう時、あ、ダメ。あ、ダメ。危ない。危ない。つ隙ができんだこいつ。あ、これか。あ、あ、食えんぞ。危ない。これか。あいつ埋まったぞい。チャンスじゃないか、ジョーちゃん。オッケー。おらー、何、いっぱい増えた。バラけだぞ。本物はどれだ。うん、これはワンちゃんの能力じゃないか。これはワン、違う、マジ外れ。ワンちゃんの能力でダメ。ワンちゃんの能力でダメか。どうすんのよ。あ、まあ、でもあれだね、わざわざやらなくてもいいかもね。大きい隙が出るまで逃げ続ければいいだけかもしれない。おう、おう、おう。でもこれ時間かかんな。待てよ。あ、埋まってる。本物を見分ける方法がもしかしてあるのでは。あ、あ、あ、あるかも。あ、こ、あ、これじゃね、これ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 。タヌキだな。タヌキが化けてんだな。おら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 。なんか来る範囲攻撃。危な。よし、倒し方分かったやん。あら、どうしたどうした。うい、余裕だね。よし、もう勝てる、絶対勝てる。で、はい、偽物、偽物。あ、お前か。あは、葉っぱ。タヌキか、キツネか。まあ、タヌキだろうな。キツネは葉っぱがなくても変身できるって聞いたことある。あ、ほら。いや、まだ余裕あ、あんじゃん。あ、もう正体が出始めちゃってるよ、ドクロちゃん。あら、どうしたの？化けタヌキだったみたいだね。うん、どうしちゃってんの？ほら。すきやりー。で、葉っぱ葉っぱ、いたいたいた。おれ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 。ちょっと。これで、このターンで終わるかも。ぐぬぬ、我らの弔いの火に焼かれよう。やばいやばい。なに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 。椅子の先は闇だな。何かよろしくないものがうごめいてるぞ。本体もどっかに隠れているはずだ。探すしかあるまい。おっと、どこだ。いた、いたいたいた。僕悪いタヌキじゃないよ。でも食べちゃう。極上の一品、タヌキのコンパク2分の1。ふ
むどうやらタヌキにしろキツネにしろ魂は半分ずつだったな。それぞれのもう、片方はおそらく見つかるまい。この土地の周囲では似たような匂いが見つからん。参ったぞ。このままではこの今学は無駄になる。合体できんのかな。何？二つをくっつける。出た。なんちゅう悪魔的な発想するジョーちゃんよ。だが面白そうだ。よし、やってみよう。この二つの魂は相性が良さそうだ。まあ本人たちは喧嘩ばかりしてたかな。どうなっちゃうの。タヌキツネの婚約を完成した。やば。よし、うまくいったぞい。これで事務所の中からタヌキツネを手に入れることができそうになったぞい。お、マジないそれ。ちょっと見に行こうぜ。タヌキツネって何よ。タヌキ、あの、子豚、タヌキ、キツネ、猫って子供向けの歌があるじゃないですか。あれの歌って、子豚ぬキツネコっていう歌だったはず。そこ以来ですね、タヌキツネは。タヌキツネ。はいはいはい。あ、なんかいる。橋が壊れているのをすっかり忘れてしまったわ。こんな、この運動神経抜群な足なら一飛びじゃが、しかし無理はせん、無理はせんことが大事じゃ。さて、この下を、なんかあったらしい。怪しき足を埋めて封印したんだとか、まあ、よか、もう、まあ、ようわからん。あ、てかもうそれ終わったな。なるほど。こういうヒントも聞けてたわけですな。さあ、楽しみだね。ていうかさ、磯塚さんとか大丈夫なのかな。あれが。体調とか。あれ、ここって？まあいいや。で、ここで。教員？ 1500。これか。お、ちょうど7000。足りる。いくか。残！切り裂く！できるんだ。うん、ちょっとゲットしてみましょう。あ、かっこいいじゃん！タヌキツネを手に入れた。耳が重なっちゃってるけど。あ、誰か来た。お、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 お。おや、お客様かな？ちょっと待って。磯塚探偵事務所にようこそいらっしゃいました。磯塚さん、やばいことになる。いや、お、すいません。お待たせしまして。いや、いえ、ご依頼ます。座ってから。さ、そこソファーがあるから、かけて、かけて。え、おかしなことになってるけど。ちょっといい。ちょっといい。ちょっとだけいい。ちょっとだけいい。ほんと。ほんと、一回ちょっとリセットしていい。これさ、上がるやん。どうなってる上。あ、起きてるじゃん。ちょっと話しかけてみていい？イベントを飛ばしますか。いやいや、飛ばさない。ちまきくん、それはぬんぬんの団子じゃないか。帰ってきてくれたのか。ご苦労さだったね。一緒に食べようじゃないか。おお、食べよう。はあ、いい陽気だね。少し涼しくもなって散歩でもしたくなるね。ダメかい？まああれだな、普通の日常会話で、まあ調子良くないから。ちまきくんは心配性だから分かったら、もう少しだけ安静にしてるよ。うん。小僧が今外に出ると、血の気の多い妖怪どもが襲いかからんとも限らんしな。小僧に痛めつけられて因縁、思ってる妖怪もいるかもしれん。何か自衛の手段がない限り、小僧はこの事務所にいても、もらった方が安全だろうな。それにしても、やはりこのことをのんびりすぎやしないか。あんなにうなされていたっていうのに、依頼のことはまた忘れているのか。そのことについて聞かんのか、ジョーちゃん。また調子が悪くなりそうだからいい。そうか。うん、僕はもう十分かな。ごちそうさまへと、ちまきくん。やっぱりあそこの団子は美味しいね。今度は自分で買いに行く。ぬんちゃんのとこね。な、もう少し元気になったりするよ。おう。大丈夫かな、こいつ。いや、どう、でもこういうのんびりした日もいいもんだね。もっと前はこんな時間、いくらでもあったのにね。よし！次は俺にちまきくんに料理でもごちそうするよ。うんうん、そうだそうだよ、そうしよう。僕はこう見て結構料理が得意なんだぞ。マジで。大丈夫だ、料理くらいさせてよ。そうだな、うん。魚料理がいいね。こう見て魚さばけるんだぜ。楽しみにしといてよ。魚取ってくればいい？イベント、おー、ちょっと待って。おー、みこさん魚だね。ありがとう。あ、魚持ってた。君はそうそう、ちまきくんだってね。なんでいつも忘れるんだろう。やばいって。忘れねえ。呪いが解けている弊害かの。そんな話聞いたこともないが。そうだ、そうだったんだ。
ちなみくんに料理を振る舞ってあげる約束だったんだ。よし、座って待ってなよ。うん、あちちち。本当に大丈夫なんかいの、小僧の料理。ふふ、無表情そうに見えるが嬉しそうだの、お嬢ちゃん。そっか、アイスの料理を食べるのは初めてなのか。よかったの、お嬢ちゃん。ちまきちゃんは信頼してますから、磯塚のこと。なんだか久々すぎてちょっと焦げついてしまったが、大丈夫さ。さきっと美味しいよ。味見しろ。まずいんやな、嬢ちゃん。顔が多いぞ。美味しかった。うん、美味しかったって。そうかそうか、お粗末様でした。嬢ちゃん、難儀だの。まずかったんだね。すんなまずかったんだ。魚より美味しかった。そうだろうそうだろう。うん、こういうイベントちょっと飛ばしてたのかもしれないですね、今までね。なんか溜まってた感があるもん、イベントが。で、ここに来て、はいはい、これだ、これでタヌキツネをゲットして、そしたらまたイベントが、これかっこいい、これ皮かっこいいじゃん。そしたらもう完全に記憶を失っているのかどうなのか。おい、お客さんかな。やばいってお前、なんでよ。すいません、お待たせして。いや、お前さっき料理くれたろ。ご依頼はまず座ってから。さ、そこのソファーあるから、かけてかけて。なんでそんななっちゃうんだろう。何が影響してんの。君は女子高生かな。いや、こんな若い依頼者が来るなんて初めてですよ。それで、ご依頼というのは。なあ、いつまでこんな茶番を続けるんだ。え、君は僕の助手。アルバイトは募集してないはずだけど。あれ、でも君のことなんだか知っているような。ちょっとごめん、席を外すね。戻ってこれないかもしれないから、依頼とか面接とかは後日に。磯塚やべえ。ジョーちゃん、あの小僧病院に入れた方がいいぞ。さすがに変だ、このままだと。放っておくのか。は、もともと忘れっぽいから大丈夫。まあ、ジョーちゃんがそう言うなら信じるが。それはそれとして、ジョーちゃん、かなりの妖怪を集めたな。偉いぞ。よくぞこの短期間でこれだけ集めおった。わしに手があるなら、頭を撫でてやるところだ。ここまで集めてしまえば小僧の呪いはほぼ完治に近い。あれでが、まだまだ集めるんだな。うむ、乗りかかった船だ。ジョーちゃんの気が済むまで集めると良い。では残りを探しに行こうではないか。いや、もう磯塚の体調の方が心配すぎて。あいつほんと大丈夫か。ちょっといろいろ見ましょう。増えた。大きなドクロ。死者の怨念の集合体。その正体は一匹の古狸が変化したもの。変化したもの。わけも分からず暴れていた。カニ坊主。カニは美味しい。カニ坊主は妖怪。カニが坊主に化けていたらしい。問答を仕掛けてくるスフィンクス型。それなりに相撲は強かった。うん、ちょっと飛ばし気味でみんな読んでてください。ひよっこなんだ。マンハントに勤しんでいたやばいやつ。やばいね。川姫かわいい。川で男を誘惑し性器を奪う美女。糸切り場などでは切ることができない奥歯を使おう。彼女は意味深なことを言った。ちまきが無口なのは主人公だからなのに、主人公は余計なことを喋らないものだ。なるほどね。白うねり。あ、これ何、白うねりね。牛乳を拭いた雑巾のような匂い。最悪だ。というか、そのものである。そうなんだ。マンフィの法則ばりに飛んできた、フル雑巾は顔に当たる。窒息の危険性もあるので注意されたし、こいつはあろうことかマップの一角を占領しちまきに戦いを挑んだ純ボスキャラである。確かにね。これマーフィーの法則っていうの人わかんのかな。セコ、子供の姿は山の妖怪なんだ。することはほとんどいたずらだけど、イワシの頭とか、ぶん殴るといなくなる。謝ると許してくれる。この子ははぐれたのだろうか。ひどこびえている。結構倒してきましたね。メドッチ、これかわいい。猿伝説的な彫刻家の作った人形が捨てられて、妖怪化したもの。これもカッパのバリエーションの一つなんだ。彼女は亡くした自分の足を探していた。ただそれだけが彼女の望みだった。人面。ダウナー系。サラリーマン風のダウナー系という妖怪。なんだこっち。うん。まあまあ 50% までいきましたね。今の人、マーフィーの法則とかわかんのかな。そういえば、タヌキツネはどこにいるんだろう。タヌキツネ。あ、いた、タヌキツネ。あ、なにこれ。
何これ、何これ、タヌキツネいたよ。こいつらタヌキ、キツネ。仕方ないからタヌキツネとでも呼ぼうか。よ元気か。タヌキツネ、親方よくもこんなひどいこと、親方さんひどいよ。まあ根格がなかったのでは仕方なくじゃ、仕方なくじゃ、仕方なくじゃねえ、そんな。まあ怒るな怒るな、この嬢ちゃんの問題解決したら解いてやるゆえ、今は力を貸せ。ぐ、よりによってこんな奴と合体するなんて、キツネさん怖いよ。クソ、こいつ可愛い子ぶりやがって、タヌキのくせに。わ、キツネさんが怒った。タヌキ親父っていうよね。あ、はいはい、まあそんなわけで自己紹介ってか、かてら、お前らの能力についてでも話してもらおうか。仕方ねえな。うん、そうだな。妖刀実は毒耐性を生み出して、を持っていて、毒の中でもいろんなものを切り裂いたり、活動することができるんだよ。することができるぜ。重なってるからね。あ？それからだな、その他にも僕は、ちょっと読みにくい、どっちか一方を読もう。タヌキさん読もうかな。その他にも僕は、特殊な刃を作り出して、ね、いろんなものを切り裂くことができるよ。まあ、大した能力じゃないけど。あと、キツネさん読みます。それからだな、他におまけ程度の能力としてだな、毒に対する耐性が強いのよ。こんなの自慢するほどじゃないけどな、一応伝えておくよ。なるほど。あ、もう一緒に喋るな。じゃあまずキツネ、俺は妖刀を生み出していろんなものを切り裂くことができるぜ。まあ、何が切れるか試してみてくれ。次、タヌキ。実は毒耐性を持っていて、毒の中でも活動することができるんだよ。毒沼とかの上も歩けるから、もし困ったら使ってね。オッケーオッケー。ジョジョ、わかったか。コクコク。かわいいね。それにしてもあれから10年か。10年だね。あ、箱に封じられてからそんなに経つか。あの時は箱に封じられずに消された妖怪も結構いたよね。一人で立ち向かっていった奴が消されちゃったよね。あの札強かった。あの坊さんやばかったな。そうだな。そして結局生き残ったのは隠れていたやつか。あ、ということは、坊さんの弟子の、あの、坊さんの師匠だ。多分。どうなんだろう。もしくはわしらみたいに融合合体して戦いを挑んだ魂だけだったな。融合合体？そうだっけ？なんだ、覚えてないのか。魂が半分だからね。半分だからね。あの時の記憶は曖昧。あの時のことを何も覚えてないよ。わしらは、ある妖怪、いや、神か。そいつに人間と戦える力をもらったんだよ。神だと、そんな奴いたかな？まあ、結局負けちまったんだ。過去を振り返ってもしょうがないわい。なんだろうな。いろんなことが分かりましたね。まあ、でも、でん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 。さあ、まずは、切り裂く相手は、決まっていますね。あ、なんだ。あ、なんだ！やぶみ！これは、やぶみだな。古風な。なになに？いやい、妖怪女。貴様がこそこそ、何か怪しいことをやっているのは俺は知っているぞ。いや、こいつ命知らずすぎる。磯塚は騙せたかもしれないけど、俺は騙せないぜ。お前、人面犬一人倒せなかったのに。何言ってんだ？正体をバラされたくなければ、俺と1対1で勝負しろ。命知らずのにも程があるだろう。場所は明本中学校の屋上だ。必ず来い。中学生なの、ハリオって。推進、磯塚には内緒だぞ。これは、とにかくあのハリオの小僧からのやぶみだな。なんでこんなものを送ってくるのかさっぱりわからんが、無視して構わんだろう。確かに。そして中学校どこにあるかわからんしな。別にジョーちゃんはただの人間だし、バラすも何もないよな。放っておいてもいいのではないか。妖怪収集を邪魔されるよりは、小僧には屋上で待っていてもらった方がいいのかもしれん。それにしてもあの小僧暴走して何をしてかすかわからんな。思い出してきたが、ハリオの一族ってのはいつもあんな感じだな。勝手に暴走してわけのわからんことをやり出す。術具などの技術はそういったものなんだがな。どこにあるの中学校なの。これマップとかあったらね、よりいいかもしれませんけども。もしかしてあんのかな、マップ。俺が開き方を知らないだけであって。いや、そんなことはないと思う。毒耐性って言ってたけど、毒出てるとこあったっけか。さあ、切り裂くぞ、貴様。あ、こいつじゃないか、切り裂くのって。なんだっけな。あ、どこだっけ。あったはず。こういって、こういって、カッパになる。川下りする。カッパの川流れ。えんやこら、えんやこら。えんやこら、えんやこら。おかしい。こっちだね。ここかな？ここ、これ。これ。こいつじゃないか。
ピシャピシャ。得体の知れない何かが道を塞いでいる。あ、これか。これでいいのか。あ、なるほど。X ボタンか。ここはいい星だぞ。これ何だったんこれ。倒した。グフ、普通だな。あ、なんか、何だった何だった、ごめん、行き過ぎちゃった。オバリオン。オバリオンって何、ちまきの背中に何かをぶさってしまった。ねえねえ、お家帰ろう。おんぼお化け。あなたのお家に。ん、おんぼお化け来ちゃったけど。まだ、お犬様が山の神様の家来だったとき、よくここで吠えられたよね。神聖な場所で遊ぶなって。でも、お犬様寂しがり屋だから行かないといけ、行かないですって言っちゃうの。ん、封印されてる。力が。帰んなきゃダメなのかな。犬になれば大丈夫とか。この灯籠の上にさ、どれだけ長い間立っていられるか勝負、覚えてる？私覚えてる。一度も勝ってたことなかったよね。何の話や。ん？この石掘り出してみようって頑張ったよね。覚えてる？結局無理だったけど。何この妖怪。粉生地的な。あ、まだ、え、ちょ、どうやって？これ帰んなきゃダメってこと？よくみんなで川で遊んだよね。たくさん、サワガニか、サワガニ取ったり、探検したりさ。思い出話いっぱい言ってくれるんだけど。あのね、背中とってもあったかいよ。ありがとう。帰んなきゃダメなんだろうな、これは。こう、寄り道せずに帰ろう。あ、オッケー。ねえ、そっちは、だと遠回りだよ。本当に？わあ、何ここ、私知らないや。なんだか居心地が良さそうだねよ。街はどんどん変わっていくね。誰もいなくなってる、ここ。ここは？ねえねえ、暗くて怖いところはやめようよ。いや、なんか得体の知れないものに付きまとわれちゃったな。ここ危ねえんだよな。あれ？あ、来ない。なんだ？あ、来ねえぞ。さあ、お家に帰ろうよ。二口なんで黙ってんだ、ずっと。ちょっと今、この状態セーブするの怖いな。うん。これも関係ない。こっちダメ。ねえねえ、本当にあなたのお家はこっちなの？そうだよ。ん？こっちだよ。もうすぐ着くよ。本当にもうすぐ着くよ。うん。ここがあなたのお家なんだね。そうだよ。ごめん、あなたが昔の知り合いに似ていたからつい絡んじゃった。ごめんね。付き合わせちゃってごめん。かわいい。でもなんかかわいいやん。食べてって。いやー、食べづらいな。きっとあなたは幸せになる。許せ。おんぶお化け。いや、なんか可愛いお化けだったね。切ないわ、最後。何？君何？その、何？ちょっと、メンタルにくる。何かあれだな。多分思い出がある子がいたんだけど、似てただけなんだな。本当にな。切ないね、なんか。はい、というところで、今日この辺で終わりたいと思います。ちょっとまだまだね、試すところはあるので、ちょっと使い方がいまいち分かってなかったんで、その辺も踏まえて、ちゃんとやっていきたいと思います。それでは、また次回もよろしくお願いします。したっけ？